きたいことがあるんだ。どうして10年もの間自分の正体を教えようとしなかったのか、それが知りたい。話すと長くなるが。構わない。どうしてもありがとうと助けてもらったお礼を言いたかった。だがそれはドラゴンとなった身では叶わぬ願い。そう思っていた。満月の夜が来るまでは。月には秘めた姿を呼び起こす力があると何度か耳にしたことはあったが、それが本当だと知ったのは、その力が最も強まる満月の夜、泉に映った自分の姿を見たとき。体中を駆け巡る不思議な暑さを冷まそうと泉に行ったときだった。満月でなくとも月の光を浴びると元の姿がうっすらと浮かび上がることがある。ただ完全に戻れるのは満月の光だけ。だから満月の日、お礼を言うために私は現れた。それがあの時のありがとう。そう、その一言で終わるはずだった。でも終わらなかった。あの夜からあなたは私を探し始めた。今でも覚えてるよ。わけもなく無我夢中で探した小さい頃の。でもないのにあちこち歩き回った。危険な洞窟に踏み込んだこともあったな。そんなあなたを見ていて、いつか取り返しのつかないことになるのではと思えたから。もう探さないように言うためにあなたの前に再び現れた。それが二度目。でもあの時は何も言わなかったはず。何も言えなかった。言おうとした瞬間に元の姿でいられる時間を過ぎてしまったから。あなたはドラゴンに変わった私に気づかなかったが、もし正体を気づいていたら。そう考えてみて、私はようやく自分のしたことの大きさに気づいた。あなたは私を探して危険な洞窟に入るような人。正体を知ったらきっと。元に戻す方法を探していただろう。危険を顧みずに。そう思ったから、正体を知られることを懸念して二度と現れないと。
元に戻す方法など知らない。あるとは限らない。何よりあの邪神の呪い。当てのない危険かもしれないことにあなたを駆り立てるわけにはいかない。それが10年間正体を明かさなかった理由。だけど俺は何度となく会った。全ては私のミス。元の姿であなたの前に現れてさえいなければ、何度そう思ったことか。ミスだなんて言うなよ。俺は出会えて嬉しいと思ってるぜ。しかしそんな罪悪感感じることじゃないさ。俺は10年間一緒だったシェル。いや、クレアの本当の気持ちを聞きたかっただけさ。これからもっと仲良くやっていくためにな。あ、そうだ、思い出話なんかしたいな。シェルの時には喋ることできなかったから。再会できたのも剣士様と旅をしていたおかげですね。姉様と再会できたのも剣士様と旅。着飾ってみる気ない？着飾る？私も似合わないからやめた方が無難かと。そんなことやってみなくちゃ分かんねえだろ。騙されたと思ってドレスとか着てみないか。
なたが望むのなら。それじゃ買いに行こうか。ドレス、連れが似合いそうなの。これどう？戦闘には向かないと思うが。デザインとかどうかってこと。すまない、そういうのはあまりよくわからない。そっか、まあ嫌いじゃないんだよな。これで戦わないのならば問題ないが。なんですぐそう戦闘に結びつける。私にとって最優先なのはあなたの力になることだから。試着できる？なんだか落ち着かない。すごく変な気がする。そんなことない、似合ってるよ。なあ、今日一日その格好で過ごしてみないか。何事も慣れだよ。着てるうちに違和感もなくなるだ。今日だけなら。じゃ、決まりだな。これいくら？金のことなら気にするなよ。俺が言い出したことなんだから。しかし。いいって言ったらいいんだよ。さあ行こう。どうしたんだよ、いきなり走り出して。狙われている。え？男たちがただならぬ目で私たちを見ていた。あの目は危険な感じがする。ここも治安が悪く。あんまり綺麗だからみんな振り返ってんだよ。狙ってるわけじゃない。綺麗？あ、この服？服じゃなくてクレア。
私？な、何かの間違いだ。知らず知らずのうちにモンスターが出るようなとこに来ていたんだな。すまない、私のせいで。気にするな、どうせ雑魚だ。さっさと片付けるぞ。どうした？ドレスの裾を踏んで倒れてしまった。あなたの力になると誓ったのに、足を引っ張る結果になるなんて、情けない。助けたり助けられたり、それでいいじゃねえか。私は、一度あなたに命を救われたから、今度は私の番、なのに。やはり、私は着飾ったりしないで、常に戦える格好でいなくては。せっかく買ってもらったのに申し訳ないが。そう言うんならしょうがねえか。一緒に街に出ないか。構わないが、なぜまた急に？いつも剣の稽古してるだろ。だからたまには息抜きした方がいいんじゃないかと思ってさ。気にかけていてくれたとは。町へ。欲しいのとかある？前にも言った通り、私は戦いづらくなるから着飾ったりしないって言うんだろう。でも指輪なら大丈夫じゃないか。でもまた高いものを買わせてしまうと思うと。じゃあ、高くないならいいだろう。
どうしてそこまで？まあいいじゃないか。だな、あんまり高くないやつで、それが似合いそうなのが欲しいんだが。剣の稽古でできたものだな。大切な人を守るためにできた傷、私はもったいないとは思わない。いや、どう？これなら戦いに支障をきたすことも、いや、これがいい。わかった。じゃあこれもらおうか。はめてみてよ。ありがとう。ああ、他の店も見てみようか。ちょっと見ていこう。いいのって？一つくれ。つけてみないか。化粧などしたことないから。だからこそやってみないとな。何事も体験体験。やってみる。化粧落としていいだろうか。ああ。
これはプレゼントだよ。紛れ潜みし恐怖の刃、その悪しき邪念を見極める力を我に。毒は入ってないようだ。なぜ見ず知らずの私に酒を。毒が入ってないということは敵ではないだろうが。おいおい、ただのナンパだってば。ま、せっかくもらったんだから飲めば。好意でくれたのなら受けねば。どうした？毒は入ってなかったんだろ？入ってなかったが。入ってなかったが、どうしたんだ？酒、弱いの忘れてた。稽古が終わったらまた一緒にどっか行かないか。そろそろ切り上げようと思ってたところ、出かける前に着替えたいのだが。ああいいぜ、ここで待ってるから着替えてこいよ。すぐ戻る。協力って何を？自分の体で試したら？わかった。ほら、かけてみろよ。
いない。ドラゴンか。それより、あの人は一体どこへ？これはあの人の服。なぜ服だけここに？それにこのお金は？服と大金だけを残して。何か嫌な予感がする。急いで探した方が良さそうだな。これだけ探して手がかりなしとは。ずっと私についてきてるな。お前を見ていると昔の私を思い出す。ドラゴンだった時の私を。あの頃は何か一つ伝えるのに随分と苦労したな。本当の自分を知ってもらいたいという気持ち、あの人のことを考えるとそうはいかない現実、なかなか思い通りにならないな。人生は おかしいな。ドラゴンのお前にこんなこと言うなんて。お前がおかしくないと言ってるような気がする。不思議だ、言葉など言ってないのに。そういえばあの人はドラゴンだった私の言いたいことをすぐ分かってくれたな。言いたいことを分かってもらうたび、どんなに嬉しく思ったことか。あの人のために生きよう、そう誓ったのは助けてもらったからだけではない。私を誰より分かってくれ、そして私が誰より分かりたい人だったから。だからといって、あの人の特別な存在になろうとは思ってはいない。思ってはいけない。私にそんな資格はないのだから。本当の姿で現れ、あの人を惑わし続けた私には。これからも、あの人との思い出を胸に生きていけばいい。生きていけば。あの人の声が聞こえた気がした。
宿に戻ろう。もしかしたらもう戻ってるかもしれない。それでは一体どこに。しかし、分かった、好意に甘えさせてもらう。お前泥だらけだな。洗ってあげるから一緒に入ろう。さあおいで。あたりをじろじろ見て、そんなに女の裸が珍しいのか。何がどうなってこうなったかは知らないが、今は見つからないことが先決。このまま私の後ろに回って隠れて。